ナスダックコペンハーゲンはデンマークコペンハーゲンにある証券取引所。証券及びデリバティブを取り扱っている。現在はナスダックインクの一部門であるナスダックコペンハーゲン A、S が運営しており、北欧4カ国の証券取引所、運営ブランドナスダックノルディックの一つとなっている。ボーソンと呼ばれる旧コペンハーゲン証券取引所の 建物コペンハーゲンの証券取引所のルーツは、重商主義時代にあって、海外交易の重要性を認識したクリスチャン4世の政策により、1625年に開設された商品取引所にある。その後建物は、戦争資金の捻出のために一時的に抵当に出されたが、増築は1883年まで続けられた。 組織化された近代的な取引所としての機能は1808年に始まり、1840年代にオークション方式の取引が始まった。1918年に無政府主義者による襲撃事件があった。第二次世界大戦後の取引量の増加を受けて手狭となったため、1974年にニコライ広場そばの現在地に移転した。1996年に 証券取引所の法人化及び民営化を実施2005年1月以降海外の取引所との経営統合が進み2008年2月から運営にナスダックインクの資本が入り2015年7月からはナスダックインクの100%参加となっている OMX コペンハーゲン20はナスダックコペンハーゲンで取引されるデンマークのプライム市場の主要20名柄で 構成する時価総額加重平均型の株価指数である。他に40名柄で構成される大型株指数の OMX コペンハーゲンラージキャプチャーインデックス、中型株指数の OMX コペンハーゲンミッドキャプチャーインデックス、全株指数の OMX コペンハーゲンオール、シェアインデックスなどがある。通常の立ち会い時間は土曜、日曜、取引所の定める休みを除き、 平日午前9時から午後5時まで。AB ボーソンイストリエ。コッペンハーゲン急症券取引所。2020年9月26日閲覧。AB アバウトアス。ナスダック、インク。2020年9月26日閲覧。AB クビンハウンスフォンドスバース。レックス、DK。2020年9月26日閲覧。ストアマン P ボーソン1918。 ザ・ワーカーズ・ミュージアム、2020年9月26日閲覧トレーディングアワーズナスダックインク2020年9月26日閲覧ありがとうございます